ス昇格 PO 日本人対決、PK 戦の末ボーフムが逆転残留。ブンデスリーガ昇格降格プレイオフは27日にセカンドレグが行われ、浅野拓磨所属のボーフムと田中碧所属のデュッセルドルフが対戦。PK 戦の末試合を決めたボーフムが逆転で残留を決めた。アウェーで完璧な試合やってホームで3点リード守りきれずに昇格失敗は悲劇だな。朝の入ってから明らかにボーフムのギア上がった。さすがだった。うちの、やっちまった。まさかのバーボイ大ホームラン。あの PK は一生夢に見るだろうな。これはうちのは攻められないよな。そもそもアウェーで3点取ってのホームで90分決着できないのが悪いし。貯められたならまだしもう中開発、しかも疲れも言い訳にならないプレイ時間。攻められて叱るべき。しこたま攻められて這い上がればいい。あれを周りが悪いで終わらせるのはおかしい。マジでミラクルやんけ。朝のおめでとうなんだけどいつも思う。シーズン序盤からこういうピリピリしたゲームをやってほしい。プレイオフの PK はいつだって残酷すぎる。正直に言って日本人に外してほしくなかった。立ち直るのに時間はかかるだろうが、願わくばこの経験があったから今があると将来大活躍してうちのに行ってもらいたい。久しぶりに熱い入れ替え戦を見たな。デュッセルドルフにとってはショックはでかいだろうな。正直デュッセルドルフが昇格するかと思ってたらまさかの。本当サッカーに必ずだけども絶対って試合はないのね。最後のうちのは見てるのが辛かった。また立ち直って活躍することを願う。